でしょうか。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、かわいいチビスパイダーマンのダンスに始まりましたアースアワーのショートカウントダウンイベント in 横浜。はい、皆さんどうでしょう、どうでしたでしょうか。ダンスなんかすっかり会場が高くなって私はほっとしてるんですが、本日司会を務めます2011年ミスアースジャパンの前田智子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では早速なんですが、もう間もなく始まるアースアワーとは一体どんなものなのかということを簡単にご説明させていただきたいと思います。アースアワーは毎年3月末の同じ日同じ時刻、世界中の人々が1時間電気を消すというアクションを通じて、地球温暖化を止めたい、環境を守りたいという思いを分かち合う環境キャンペーンです。今年は日本を含め最多3カ国160カ国以上が参加します。それぞれの国の現地時間の夜8時半から9時半までというのが朝はなんですが、もうすでに日付変更線に近い国々から順に、朝はに入っております。今この時刻は、グアムやパプアニューギニアが電気を消しております。日本もあとそうですね10何分かで朝はに入りますが、日本が終わった後は、シンガポール、中国、マレーシア、そしてインド、ロシア、ヨーロッパとぐるりと地球を一周します。宇宙から地球を俯瞰して見てみると、東側から順に明かりが消えていく様子が見えて、きっと幻想的なんじゃないでしょうか。はい、ここでアーサーを主催している国際環境保全団体 WWF ジャパンの広報室長でいらっしゃいます石原明子よりアーサーについて、そして WWF の活動についてお話しさせていただきます。石原さんもよろしくお願いいたします。前田さんありがとうございます。本日は風の強い中、アースアワーへのご参加ありがとうございます。WWF は、生物の多様性を守るために、生物多様性の豊かな地域を守ったり、また地球温暖化防止のために活動しています。そしてその先にあるのは、人と自然が共存していける世界、それを目指して活動しています。アースアワーはオーストラリア人の青年、一人の青年の発案により始まりました。そして今やグローバルなムーブメントとなっております。有名なモニュメントが消えたり、そして今や街すべてが消えるような現象が起きています。まあ、日本では、私たちにとりましてアースアワーですね、特別なものになっております。2011年3月11日の東日本大震災、私たちはそれが起きてから悲しくて、そして、不安な、3月を過ごしました。そして3月末のアースアワー、我々は、より良い未来を信じて、より良い未来を、に向けて、生きていこうと、大げさかもしれませんけれども、まあ、正直な気持ち、そういう気持ちを込めて1時間、消灯いたしました。本日はアースアワーの時にですね、恐れ入りますが、東日本大震災被災された全ての方に向けて1分間の黙祷を捧げたいと思います。ご協力よろしくお願いいたします。さあ、WWF ジャパンのウェブチーム、用意はいいでしょうか。日本におきましては、ここ、横浜から横浜市の協力を得て、世界に向けて我々の思いを、発信したいと思っております。はい、石原様ありがとうございました。続きまして、横浜市温暖化対策統括本部の吉野則明様より、現在開催中の IPCC 横浜総会について、そして環境に対する横浜市の取り組みについてお話しいただきます。ねえ、建物ってあそこの中の電気が消えるの？皆さんこんばんは。
ご紹介に預かりました横浜市、温暖化対策統括本部というところにおります吉野と申します。実はあの今週のですね25日からあのパシフィコでですねあの IPCC といいますあの気候変動に関する